ギボ先生ツー、スリお囃子の入れ方実践編ということでちょっとお話をしていきましょう。今八重山の繁盛節、早谷先生と一緒にやりましたが、民謡をね、歌うときにその伴奏で三線を今弾いていて、お囃子を私が入れて恵美先生がメインで歌を歌っていましたけども、伴奏で歌やお囃子を入れるときのコツやポイント、実践編でちょっとやってみました。ポイントとしましては、歌い手さんの歌いやすいキーというのがあります。今日は特に女性がね、メインで歌ってましたが、女性の歌いやすいキーというのがあります。これも義母先生でやりましたね。女性の歌いやすいキーに合わせてあげましょう。そして、歌いやすいテンポ感というのもあります。これも結構大事。その人が伴奏するからといって、その人の好きなテンポ感や速さで弾いちゃうと、いや、ちょっと普段やってる速さより速いですとか遅いですということになっちゃいますので、その歌い手さんが気持ちいい速さっていうのがありますので、それを事前に確認して、で、練習しながら、気持ちのいい速さでやってあげましょう。で、ポイント二つ目なんですけども、まあ、伴奏で三線を弾いて、お囃子を入れるときに、メインで歌っている、その、サビ以外のところは歌わせてあげて、サビ、繁盛節で言う、うやき繁盛、まさる繁盛みたいな毎回出てくる歌のサビの部分は一緒に歌ったりすることが多いです。ここは一緒にユニゾンで歌うと非常にこう歌が盛り上がるし効果的になりますので、そのサビの部分は一緒に歌ったりしましょう。ポイント、三つ目。歌の間奏の部分なんですけど、間奏のお囃子、はいや、はいや、いやささみたいなやつ今入ってましたけど、これは結構アドリブで自由に入れていいものなんです。入れていいんですけど、このお囃子とかも、練習する中で揃えたりすると結構綺麗だったり、グルーヴ感が出て良かったりしますね。例えば今、繁盛節の後半で、トゥマタ、節という曲がありましたが、そこで、はいどうど、はいどうどっていうのを二人揃えて歌ってましたけども、まあ、アドリブでいいんだけど、そのアドリブの場所も二人で揃えたりすると、結構その息の合った感じが出てて面白く、そしてこうかっこよく聞こえますので、ぜひね、その辺のお囃子なんかも慣れてくると、そういうお囃子を揃えるということもやってみたりしてみてください。面白いと思います。今日はお囃子の入れ方をちょっと行先生してみました。実際こう動画を見ながらね、いろいろ細かいことをやってますので、繰り返して見てみて勉強してみてください。チャオ。